はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふーです。本日は先日届きました、サプライズ品のご紹介をさせていただきたいと思います。今回ですね、サプライズ品を送っていただいたのが YouTube 名まゆさとこ42様ですね。さとこ様って私の中では勝手に呼んでるんですけども、こちらの方はですね、私の、50名突破企画の時にプレゼント企画に応募していただいて、ラブライブ賞にね、当選した方なんですね。で、ちょっと、まあ、ツイッターの方がメインで、さとこ様やられているので、そちらでちょっと連絡をやり取りなんかしている時に、商品が届いて、で、さとこ様の、まあ、娘様がいらっしゃるんですけど、娘さんがいらっしゃるんですけど、アイカツをご卒業されて、で、手元に、使ってないプロモカードとかあるので、よかったら、使えませんかってお声かけをいただきまして、主に過去段ですね。私、ほとんど、初期段というか、持っていなくて、まあ、メインがやっぱり2014の後半もほとんど持ってないんですけどね、2015年とかやっぱメインなので、お声かけいただいて、娘さんどうですかなんて言っていただきまして、で、娘に見せたら、欲しい欲しいくれるのって言って聞いたら、お譲りしていただきまして、それが届きましたので、紹介させていただきたいなと思って、今回は動画を撮らせていただいております。でですね、お手紙をいただきましたので、ご紹介させていただこうと思いますね。ふーチャンネル様、今回は企画に当選させていただいたのがご縁で、仲良くさせてもらい、本当に嬉しいです。自宅にあるものばかりで申し訳ありませんが、よかったら使ってください。これからも YouTube 動画楽しみにしています。まゆさとこ42ということでですね、お手紙いただきました。本当にね、ありがとうございます。こちらこそですね、娘さんはね、もう中学生とお聞きしてますので、本当にママさんとしてもね、先輩ですので、ぜひいろんなね、情報交換とか、まゆさとこ様はね、プリパラもやられていて、結構ツイッターとかに上げてらっしゃるので、まあそちらの縁でも、一緒に、こう、プリ活頑張っていけたらいいかなと思っております。ぜひこちらこそ仲良くしていただけたら嬉しいです。ということでですね、早速、サプライズ品の方をですね、ご紹介させていただこうと思います。最初にこちらにですね、これ見てくださいね、この厚み。これでですね、アイカツカードをね、こちら、譲っていただきました。本当に、たくさん譲っていただいて、本当にね、娘とただただ驚くばかりで、本当にね、嬉しかったです。はい。で、なので、早速ね、ちょっと、一度こちらでね、開封してるんですけど、確認というか、ちょっと先に娘と中身は見ているんですけど、でですね、一枚一枚、なんとスリーブに入れていただきましたね。本当にありがとうございます。なので、ちょっと、ご紹介させていただこうかなと思います。ちょっと、枚数もあって、まあ動画撮影の時間関係もあるので、カードのちょっとお名前は、ちょっとね、省略させていただこうかなと思います。最初はですね、ここで、あれですね、アイカツのオフィシャルショップのカードですね、ポアプリの、こちら、シオンちゃんですね。次が同じオフィシャルショップの、みやびちゃんのシューズですね。うち、本当に、アイカツショップとかないので、本当にこれをいただいた時にね、娘とおただただ驚くばかりですね。で、こちらが、キキチョバの、マルダイなので、ソーセージとか、あれですよね、プロモカード。で、こちらが、初期の余談のノーマルカードですね、いちごちゃん。なんと、コーデでいただきました。で、こちらが、パルルの、コーデですね。ちょうどそうですね。我が家がこちらが始めたきっかけというか、こちら多分たまたま、イオンさんのゲームセンターかなって多分配布をしていて、まあそれで行き始めたのが、で、やり始めたのがきっかけですね。まあ、その時まだ娘全然2歳とかだったんですけど、はい、カードがいっぱいキラキラしたのがもらえるっていうので始めたのが、まあうちきっかけなんですけど、はい。で、こちらもね、コーデでいただきました。で、次がオーロラファンタジーのプロモカードですね。こちらもなんとですね、コーデでいただきました。
で、同じく、ハグミーキスミーコーデですね。こちらもね、本当にフルですよ。本当にありがたいですね。で、こちらが、プロモカードね、まだ未開封なんですけど、多分3枚コーデで入ってるんですかね。ちょっとごめんなさい。まだ開けてないのであれなんですけども、本当にこんな貴重なカードを本当に譲っていただいて、本当にありがたいですね。で、こちらが、マクドナルドさんのコーデですね。はい。こちらも未開封のカードをね、譲っていただきました。本当にありがとうございます。で、こちら、パルルのクラシカルコシークドレスの、これ、配布カードですね。私、この、ですね、コーデ大好きですね。このシックな感じと、ちょっと大人っぽい感じですかね。はい。私好きなんですごく嬉しかったです。はい。本当にたくさんのカードを、本当に譲っていただきまして、本当にありがとうございます。大切に、使わせていただきたいと思います。で、これにとどまらずですね、まだあるんですね。本当にびっくりしました。で、こちらですね。シューズじゃないです。ワンポケットバインダスですね。じゃ、非売品じゃなかったでしたかね。あ、そうですね。非売品の、こちらですね。いただきました。本当にありがとうございます。こちらもね、大切に使わせていただきたいと思います。あとはですね、なんとこちらです。アイカツのメモ帳をいただきましたね。おそらくデザイン的にも、もう本当にレアですよね。アイカツファンにはたまらないですね。こちらがソレイユ。で、後半が、こちらの他のメンバーですね。かわいすぎる。もう使えない。使いたくない。でも本当に大切に使わせていただきたいと思います。で、あとですね、友チケも一緒にご郵送してくださいました。よいしょ。はい。で、ご紹介したいと思いますね。ミステリーホリックトリックのサイリウムコーデを着ているまゆ様ですね。うちね、サイリウム出ないんですよ。もう、どうあがいても。かすりもしないんですよね。アクセサリーは出るんですけど。なんででしょうね。多分縁がないのかな。はい。ぜひ使わせていただきたいと思います。と続きましては、バルブススカイカントリーコーデを着ているまゆ様ですね。こちらもね、全然揃ってないんですよね。プリパラでは出ないんです。で、続きが、ハレハレパラソルコーデを着ているまゆ様ですね。コーデはね、こちらメインだったかな。メインちゃんの方は揃ったんですけど、まだアクセサリーがね、こちら出てないので、ちょっとガチャ頑張らないとかなとは思っています。で、続いてが、こちらですね。スターマックスサマーコーデを着ている、まゆ様ですね。うちね、やっと出たんですよ、このアクセサリー。本当に嬉しかったですね。なので、うちもこちらのコーデをフルコンプしたので、またちょっと友チケ作りに行きたいなとは思っていますね。はい。で、以上が、友チケのご紹介になります。はい。今回はですね、YouTube 名、まゆさとこ42様よりですね、素敵なお品をね、譲っていただいて、あとサプライズ品もね、いただきました。本当にありがとうございます。これからも、ぜひ仲良くしていただけると嬉しいです。友チケ、後ほど送りますので、お待ちください。はい、今回はですね、本当に素敵なお品、ありがとうございました。大切に使わせていただきます。最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントとぜひよろしくお願いいたします。